皆さんこんばんは。6時になりました。ヘラヘラニュース24のお時間です。今日のラインナップはこちら。はじめに韓国の風俗事情についてです。中継がつながっています。マリナさん、アリナさん、あ、はーい、はい、はい、はい、聞こえますでしょうか。はい、あ、韓国の方は寒いですか。あ、聞こえます。そうですね、韓国ただいま冬ですね、はい、夜なんですけども、あ、聞こえますか。はい、音声の大丈夫ですか。すいません、はい、聞こえました。はい、はい、すいません、一部音声の方がちょっと音声の方が見えてしまいまして申し訳ございません。ただいまですね、韓国の政治情について、詳しく知りたいという視聴者のお声にお答えして、今日は風俗を含む韓国の政治情について詳しく掘り下げていきたいと思います。風俗文化というものがこちらにもあるんですけども、日本よりもどうやらブラックなところがあるようでして、本当は風俗街の方に潜入して取材したかったんですけども、カメラ禁止区域となっておりまして、今回取材ができませんでした。申し訳ございません。なのでですね、今日は韓国の政治情に詳しい政評論家の方に、取材を試みました。その方が今あちらの建物に、いるということで、実際に会って取材してみたいと思います。それでは行きましょう。これが噂の政評論家 A 氏である。本日はですね、韓国人の方に実際にインタビューしたいと思います。こちらの方ですね、日本語もできるということで、翻訳なしでお話ししたいと思います。よろしくお願いいたします。先生を話すんだ。ではですね、いくつか質問の方していきたいと。日本語で大丈夫なんですよね。はい、はい、韓国って風俗っていうものは法律的にはどうなんですか。不法ですね。あ、ダメなんですね。タプルボビシ、タプルボビシ、タプルボビシ。どんな種類があるんでしょうか。大きく分けて4つあります。4つ、はい。1つ目は道で、ガラス張りのところに女の子が立ってて、はい、そこでそのまま入って、奥の部屋に入ってそのまま性交渉する。へー。デリバリー、これは日本も同じなんですけど、はい、で3番目がルームサロンって言って、はいはい、最初このキャバクラみたいなんですよ。キャバクラのビップルームみたいなボックスみたいなところに入って、うん、はいはい、女の子がちょっと入ってくるんですよ。その中から番号を続けて選んで、はい、その子が先に横に座って、はい、お酒を飲んだ後に、はい、その建物の上に上がったら、はい、その性交渉ができるっていう。最後までってことですか。最後まで。へー。あと、まあ、お口、手だけ。お口と手。お口と手。あ、お口と手。突然韓国語混じってじゃん。お口と手だけ。だいぶお上品な言葉でいただいて、ありがとうございます。お口とお手で。お口とお手で。で、やるという。そうですね。大きく分かるんですよね。あまぱん、いじめ。あんまり食べるぞ。さよならけ。あー、くん。あんまぱんっていうのもあるんですけど、はい、あんまぱんっていうのはマッサージの目的で入って、そのまま、もう、でも、ま、マッサージする人とする女の子は別でいるんですよ。警察に見つからないようにやってる。そうです。じゃあグレーな部分をかいくぐってやってるって感じなんですね。料金についてなんですけど、日本だとどれぐらいなんだ。日本だと高くて、1時間3万6千円ぐらいじゃん。詳しい今の話が3万、差し5万なんで。韓国はどんな感じ、料金は。お、ピンキリですね。ただ、さっきの道であるところだったら、うん、昔2年、3年前とかやったら8000円とかやったんですけど。8000円、8000円で、でも15分なんですけどね。へぇ、5000円と8000円ぐらい、5000円から8000円でどこまでできる。全部。あ、全部。その代わり15分取る。じゃあ、早漏、治療はちょっとやばい。ダメ、ダメですね。使用禁止っていうこと。そうだね。じゃあシャワー浴びる時間とかもないってことですか。行って、暗い部屋に入って、すぐパッと脱いで、ゴムつけて、して、そのまま挿入。行ったら成功、行かんかったら残念でしょみたいな。あー、
そうなんですね。じゃあもうギリギリのもう行く寸前ぐらいまでにちょっとムラムラさせといていくっていうのが味噌ですね。溜めて溜めて、はい、なるほど。でもじゃあ衛生的にはあんまり良くないっていう感じ。良くないですね。じゃあでもオイニーの方がちょっと気になるという形になりますよね。そうですね。ルームサロンって言うとさっき僕が言った部屋で入って、うん、はい、お話ししてそのホテル上がれるところは1人10万ぐらい、うん、え、10万円そこがちょっと韓国でも一番高いところに行った。へえー、なるほど。じゃあちょっとそれで気になったんですけど、あの顔のランクというか、うん、そういうのも分かれてるのか、どういう女性がそういうところで働いてるんですか。うん、めちゃめちゃ綺麗です、ね、うーん、でも皆さんいじってあるのかな。はい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 、やっぱじゃあ高く払えば払うほどあの料金っていうのは上がるってことなんですか。さっき言ったそのお店は何回も何回も来て入ってきて入って選べるんですけど、うん、はい、だいたいレベルが高いですね。じゃあ綺麗な女性とやりたい男性はぜひ韓国に。ぜひ。なるほど。え、日本と韓国比べてどっちの方がいいですか。とりあえず入ってすぐ女の子って顔見るんですよ、鏡見て。うん、で自分の僕の経験上、自分で自分の顔見るんですか。私今日も綺麗やねみたいな。お客様がいるのに、いいのに。じゃあ韓国の方が簡単に済ませるっていう感じですか。その行かせて何本みたいな、行かせて何本みたいな、まあ、仕事の意識の問題っていう感じなんですかね。日本でも一緒ですね。なるほど。韓国ってその法律的には NG だったじゃないですか。じゃあ果たして韓国人の方はどうやってそのお店を見つけたり予約をしたりするんですか。うん、キャッチとかはほとんどないですね。看板などもないですか。看板もアンマって書いてるお店があるんですよ。はい、アンマ、アンマ、アンマってマッサージっていうやつ。はいはいはい。そういうお店は大体もそこのお店なんですよ。え、マッサージってよくそれにマッサージってあるじゃないですか。それは普通のマッサージ。あとはあのさっきのホームページの検索、検索ですね。そう、なんかやっぱりあれですか、デリヒルみたいな感じで検索、検索するんですか。アダルトっていうのを売って、うんうん、サイトに飛べるんですけど、うん、そこから ID が必要で、個人個人のじゃないと捕まっちゃう。携帯の ID とか携帯番号とか個人的な ID があるんですか。 Google とかに ID を作るみたいな感じで、うん、わざわざ申請をして、その ID を入力しないとそのサイトは見れないっていう。見れないなんですよ、ね、逆に韓国人から見たら日本がすごくオープンすぎる。なるほど。じゃあ、 あの AV とかっていうのもなんまりない。日本のものを見ますよね。あ、韓国の方は日本のものを見る。なるほど。韓国の AV はどんな感じ、どんな感じ。見たことはありますか、韓国の AV。 AV っていうのはなくて、はい、あのよくあるじゃないですか、付き合ってる時にハメ撮りを撮って、うん、別れた時に払いすぎ、ハメ撮りをしたということですか。僕がじゃあ、はい、よくある話です。あ、なるほど。失礼いたしました。ハメ撮りをして、はい、失礼いたしました。ハメ撮りをして、はい、その後に別れた後に払い捨てであげる、アップロードしたりとか、あ、FC2 動画、はい、なるほど。とかも自分の彼女っていうのを見せつけたいから付き合ってる時でも彼女のやつをあげたりとか。へー、そういうのを見て、ハングエスは AV の愛女。今日本でですね、空前のパパ活ブームというものがありまして、うん、まあ、簡単に説明すると愛人で、韓国もあるんですか。韓国ではスポンサーって言って、はいはいはい、そうね、日本よりもあると思います。あ、なるほど。そうなんだ。じゃあそういうなんか、まあ、お父さんと同じ世代の方がお金をこう渡すっていう、あ、じゃあパパ活っていうスポンサーっていう言い方を、日本よりもかっこいいですね。なんか意外ですね、日本よりもなんかそういうのないと思ったらあるんですね。なるほど。初めてそういうお店にいた時の感想だったり、その人がたまたま鼻の整形してあったんですよ、はい、鼻がすごい綺麗だなと思ったんですけど、騎乗位してる時に見てたら、はい、鼻の穴がこうあるじゃないですか、はい、でも変なんですよ、ちっちゃい穴なんですよ、はい、こう鼻の穴があったら穴がこんだけしかないんですよ。はい、鼻の穴の話、鼻の穴の話です、ね、穴の話ですね。こ下の鼻の穴の話で鼻の穴の話ですね。大変失礼いたしました。これ僕衝撃の話なんですけど、じゃあ、はい、あ、これは聞いた話なんですけど、はい、めちゃめちゃ安いところ行って、はい、1回3000円とかで行って、はい、めっちゃ暗くって何も
見えないでももう女の人で、うん、普通にやってるんだ。でも体勢を変えようと思って足を上げようと思ったら、うん、片足がなかった。え？え？